第2章10年1、10年基本修行僧の皆さん、実習者はどのようにして感受作用ベーダナー10で感受作用を観察する修行に定まるのでしょう。修行僧の皆さん、実習者は楽スカの感受を持つときはいつでも楽の感受を経験していると気づくようにします。苦、ドゥッカの感受を持つときはいつでも苦の感受を経験していると気づくようにします。不苦、不楽、アドゥッカンマスカの感受を持つときはいつでも不苦不楽の中性の感受者を経験していると気づくようにします。第2章10年2、30の気づき。肉体的な楽の感受を経験しているときはいつでも肉体的な楽の感受を経験していると気づくようにします。精神的な楽の感受を経験しているときはいつでも精神的な楽の感受を経験していると気づくようにします。肉体的な苦の感受を経験しているときはいつでも肉体的な苦の感受を経験していると気づくようにします。精神的な苦の感受を経験しているときはいつでも精神的な苦の感受を経験していると気づくようにします。肉体的な不苦不楽の感受を経験しているときはいつでも肉体的な不苦不楽の中性の感受者を経験していると気づくようにします。精神的な不苦不楽の感受を経験しているときはいつでも精神的な不苦不楽の中性の感受者を経験していると気づくようにします。第2章10年3、10年の総括。このようにして実習者は内において感受で感受を観察し、外において感受で感受を観察し、また内外両方において感受で感受を観察するのです。感受における生起過程を観察し、感受における消滅過程を観察し、また感受における生起消滅過程を観察するのです。そうすると感受があるという思いがありありと現れ、その思いの持続は感受の気づきの実習の正しい知識とその思い起こし億年に寄与します。実習者は自己の修行以外の何にも依存せず、世間の何者にもとらわれることなく観察を続けます。修行僧の皆さん、これが感受で感受を観察する修行の仕方なのです。